はい、皆さんこんにちは、ワンダルクルビーチです。では今回は、パワープロに転じ栄冠内続きをプレイしていきたいと思います。で、春の選抜甲子園大会ですね、出場していますので、この1回戦になるんですが、その相手がなんと総合戦力 A 津軽学園高校との一戦になります。張り切りボーイは新井くんですね。ワンアウトランナーが満塁という場面ですね。ここは本当に先制点欲しい。チーム戦力が A みたいな高校になってくると、先制点取らないと話にならないですからね。という話をしてましたが、残念ながらね、0点で逆に先制点取られてますが、これは2塁ランナー帰ってこれる。同点タイムリーヒット。いいバッティングでしたね。さっきの満塁の場面でね、出てくれたらっていう場面でしたけど、まあとりあえず追いつきましたので、ここから逆転勝ち越しと狙っていきましょう。そして1番の安田君は一塁強襲のヒット。ここはスクイズを決めて勝ち越しを確実にしましょう。これで2対1、1点リードと場面が変わって、3番の井端が率が全然上がってこないな。ミートは S なんでね、もっともっと、上がってきてもいいなっていうね、そういう能力は持ってるんですけどね。では5回の表です。さらに逆転をされてますね。まあ、シーソーゲームという展開ですが、これは拠点ヒットになるか、ショートが追いつく。これで2アウト。できれば1点差のまま終盤までね、こらえてほしいなというふうに思うんですが、ノーアウトランナーが2塁1塁のピンチですね。ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。ここは緩急重視でいきましょう。もう総合戦力 A みたいな高校になってくると、どの打順、どのバッターであっても長打打つ力持ってるんでね、どうにもならないかなというところですけどね。1塁はアウト。ボテボテの完全に打ち取った当たりだったけどな。まあ、しょうがないですね、今みたいな当たりは。気を取り直していきます。はい。9回の表、6点ビハインドですね。ビッグイニングになってしまって、先ほどの回が。まあ、残念ながらね、大量6点リードを許しているという中で、2アウトになってしまっています。まあ、守備を、ね、あまり鍛えていなかったというのが一番の大量失点の原因にはなるんですけども、まあ、ここはもうそういうチーム作りにしてきたので、春の甲子園を、ね、1回戦で敗退という形になりましたが、夏の、ね、甲子園大会に向けて、チームを、ね、しっかり強化していきたいというふうに思います。では夏の甲子園大会予選、進めていきたいと思います。初戦の相手は千葉農業高校総合戦力 D ですね。我々のスターティングラインナップもご紹介をしておきたいと思います。まず1番安田くん、ミートが B、 パワー C ですね。立石くんがもうすぐミートが S になるという2番バター。3番井端、もうちょっとね率上げてほしいんですが、ミート S、 パワー A まで上がっています。ご覧の特能の多さ。4番田上くん、ミートパワー A です。威圧感持ちです。5番草間くん、広角打法を持ち、満塁男も持ってます。6番、新井くん、パワー S。7番、町田くん、パワー B ですね。そして8番、一発持っている、パワーがもうすぐ A の角井くんです。で、先発は今回は森笠に任せています。ご覧のスターティングラインナップで試合の方を進めていきましょう。まあ、早速、ここで先制点を取ってっていう形をね、狙っていきましょう。はい、最後は10対2とサヨナラホームラン決めてコールド勝ちになります。1回戦目無事突破です。まあ、ここでねつまずくわけにはいかないですからね。このまま2回戦3回戦と駒を進めていきましょう。では2回戦目ですね、総合戦力 E の高校が相手です。で今回はですね、8番にサード角井くんが入ってたのもですね、1年生の吾妻くんに変えてます。角井くんがねちょっと調子上がってなかったので、吾妻くんに変えていると。それ以外のスタディングラインナップは同じメンバーにしてあります。
あとですね、お伝えし忘れていたと思うんですけど、今回天聖プロで藤本が入ってくれてました。おそらく阪神のね藤本だと思うんですけども、彼がね、天聖プロという形で今回入ってくれています。はい、7回の表10対4と6点リードの場面ですね。もう1点取ればコールド勝ちとこういう展開に持ってきています。まあ、前回のね、去年のチームに比べると少し、戦力的にはダウンするかなという見栄えなんですけども、それでもね、夏の甲子園1回戦負けですが、甲子園に出場する力は持ってますからね、このまま順調に勝ちを重ねていければいいかなというふうに思っています。はい、試合の方は12対4と突破を果たしています。では次の試合に駒を進めます。では続いてですね、総合戦力 C 市原学園との試合になります。で、今回は2番立石くんが絶不調に陥ってましたので、1年生ですが浅原くんをね、ショートに起用しています。それ以外は前回と同じスターティングラインナップになっています。はい、9回の表3対3と同点の場面ですね。ここは点をね、上げられない場面なので、下位打線ということもありますが、しっかり引き締めていきましょう。まずはこのランナー先にね進めないというのが重要なので、三振狙いでいきますが、ここはセカンドゴロ、これで2アウトですね。で、9番稲毛くんか、ピッチャーですがそのまま打席に立たせますね。これは落ちるぞ、落ちる、勝ち越し点か、完全に打ち取った当たりですけど、負ける時っていうのはね、こういう時なんですよね。ここで、残れるかどうかという場面になってきますね。稲毛くんのちょっと能力は確認しておきましょう。万全を期すために。戦力的にはね、全然、我々のチームの方が上かなとは思うんですけど、球速148、コントロール63、3球種持ちか。シュート、スライダ ー、それぞれ変化量3、パームボール持ってますね。変化量4です。新井くんはね、一発持ってますんで、ここは一発で同点に追いついてほしいなっていう、そういう場面ですね。頼むぞ、まずはセンター前ヒット。ゲッツーが怖い場面ですね、ここは。町田くん、パワー B。警察こそ持ってないもの、ちょっと怖いな。ここは、セカンド、ライダーって形ですね。で、一発もある角井くんなんですけど、角井くん、角井くん、どっちだろう。頼みたい。頼んでくれたね。よし、これで三塁まで進もう。OK、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 OK だ。で、森笠くんのところで代打を出して、小技ができる人がいいな。バントができる人がいいですよね。誰にする？犬伏くんにするか。スクイズが1。1のスクイズは怖いなぁ。打ちましょうか。犠牲フライ狙いで、スクイズでいこう。うわぁ、恐れていた形が出てしまった。代打を送りましょう、ここは。立石くん。で、ファイトを使って調子を上げて、一発狙い。これは落ちるぞ。いやー、本当にやってくれたなーって感じだよね。ヒットエンドラン一打で追いつく。ダンシュ、思わず声が出てしまいましたけど、ジャンプ1番でキャッチされたかなと思いましたけど、なんとか頭の上越えてくれましたね。ではここは勝ち越し狙いましょう。今日スターティングに名を連ねた笠原くんですね。期待に応えてほしい。ここは切れていきます。当たりは良かったけど、ファーストが抑えてますね。では10回の裏、打率1割台か、井端。
ちょっとひどいものあるよね。ミート S なんだけど。まあ、かといって懲罰交代させる次の選手がね、いないので、このまま出てもらうしかないんですけど、もうちょっとな、井端奮起してもらわないと厳しいよね。草間君はサードライナー。さあ、11回の表ですね。ノーアウトランナー一塁。ここは金子君。金子君もね、先発、笠原と全く能力的に変わらない、そういう選手になってますんで、安心して送り出せますね。こっからまだ1試合試合できるっていうぐらいね、金子スタミナもありますんで、0対0というつもりで腰を落ち着けて点を取りに行きましょう。はい、角井くんがサヨナラホームラン。やっぱ意外性あるね、角井くんはね。ホームラン5本目です。まあ、ちょっとヒヤヒヤという試合展開でしたが、まあ、強豪校の意地を見せたという一戦ですかね。では次の試合に駒を進めます。はい、続いて君津高校総合戦力 D との試合です。すでに試合動いてまして1点ビハインドですね。今回は張り切りボーイは新井くんです。阿部日持ちパワーがもうすぐ100に乗るという、まあ、強肩、強打のバッターですね。これは落ちるかな。この森笠君にしろ金子君にしろ両ピッチャーはですね、安定感はあるんですけど、ズバ抜けているというわけではないので、できるだけやっぱり先行逃げ切り、さっきみたいな試合は怖いんで、先行逃げ切りでね、試合をお運んでいければいいかなと思っているところで、新井君の勝ち越しソロホームランですね。で、今日の2番にはですね、前回に続き麻原君に入ってもらっています。立石君がね、ちょっと調子を落として絶不調なんですよね。そして井端、ここまでいいところなかったですがツーランホームラン。まあ、本来井端はミート S パワー A なんで、打率3割以上、ホームランもね10本ぐらいは打っててもおかしくない、そういう打者なんでね、もっともっと活躍してもらいたいかなというふうには思っています。はい、7回の裏、9対2とこの回抑えればね、コールドという場面になってきています。なんとか勝ち進んできているので、チーム力が落ちたとはいえ、一度上がったグランドレベルのこともあり、しっかりとね、力がついてきているのかなという気もしますね。新井くんもね、もう本当にパワーエースというところになってきて、ホームラン量産。あと今回は井端がですね、ようやくその能力を発揮してくれつつあるというところで、4打数3安打でしたね。お褒めの言葉を使って、立石くんちょっと調子落としてるので、立石くんテンション上げてもらいます。では続いて、準決勝ですね、入っていきたいと思います。では準決勝ですね、立山北高校総合戦力 C の高校との一戦になります。今回の張り切りボーイパワー、もうすぐ100になる新井くんです。打率4割1分8厘、ホームラン5本、打点10。まあ、このバッターはね、信頼できるバッターになってきてくれているかなと思います。まあ、ただ立山北高校にどうだろう、先制点をね許しているという場面ですね。何度かお話してますけど、球場が広くなってくるとなかなかホームランに入っていかないですね。ホームラン、今のね、今までの球場だったらさっきの当たりはホームランになってたかなっていう当たりだと思うんですけど、これは入ったね。逆転スリーラン。どうだろう、今準決勝ですけど全然外野スタンドに人がいませんでしたね。高校野球はね、予選大会って見に行ったことないですけど、どうなんでしょうね、外野は。まさかこのゲームの中のソーシャルディスタンスをやってるとは思えないので、実情に合わせた形なのかな。外野ね、ご覧のように全然人入ってないですね。準決勝ともなってくると、ね、外野でも人入って良さそうな気もしますけど。ここは送りバント送っておきます。ちょっと遅かったかな、スタートがな。ショーフライっていうのもあって、
はい、準決勝ですが9回の表、ワンアウトまで攻撃つけています。6点リードですね。まあ、6点リードがあるとセーフティーリードと言っていいと思います。ピッチャーは金子君に変わってます。ここはゲッツー狙いでいきましょう。変化球中心にゲッツーシフト。まあ、ガツマ君、これはゲッツー取れるか。一塁に送ってツーアウト。やっぱりね、我々の打線でいうと、おこれは持ってかれるかな。タイムリーツーですね。話を戻して、井端がね、打率やっぱ2割前半なんですよ。2割1分2分っていうところをうろうろしてるので、井端がね、もうちょっと上がってきてくれると、得点力っていうものが一気に上がってくるんで、井端が上がってこない以上は、打線をね、ちょっと組み替えていこうかなと思います。決勝前に。じゃあ、井端を後ろに下げて、代わりにね、3番に新井を持ってこようかなと思っています。起用設定から。まあ、本当だったらね、井端を、2番でね、チャンスメイクしてもらいたいなっていうところなんですけどね。まあ、ここまで上がってこないと、このままね、3番任せるというのは厳しいので、一旦は、井端を後ろに下げます。では、決勝戦入っていきます。では、決勝戦で、いすみ高校総合戦力 B です。3番、長井くんがちょっと怖そうなバッターですね。で早速、打線をね、3番に上げている新井くん、井端の代わりに3番に上げている新井くんの場面ですね。先制点が欲しい。これは、犠牲フライにはなる。まずは1点先制。で6回の裏。1点リードの場面でワンアウトランナー3塁1塁ですね。ここで一気に試合を決めに行きたい場面ですが、1番安田君は空振り三振。2番の立石君ですね。立石君でタイムリーが欲しいな。ここも空振り三振、2者連続三振ですね。今日ホームランを打っている新井君。もう1本出ると、8回9回がね楽になってくる場面なんですが、ここはスタートボール。その裏8回の表ですね、ピンチになります。森笠くんなんですが、もうちょっと粘りましょう。スタミナを上げて、この回ぐらいはね、なんとかさばいてほしいかなと思います。一塁はセーブ。ランナーがいるとね、一発で逆転されてしまうっていう。まあ、これよ、これ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 ですわ。いやー、ちょっと森笠くんを引っ張りすぎましたね。あと8回の裏、9回の裏と、2回守備機会あるので、ごめんなさい、攻撃の機会あるので、そこで逆転をね、信じていきましょうか。はい、9回の表1点ビハインドで、ノーアウトランナー1塁ですね。ここ追加点取られると一気に苦しくなるんで、まずはこの回をね0点でしのいで、9回の裏の攻撃にかけましょう。もう走らせてもいいんですけどね、走らせて、刺すと。キャッチャーの草間君は強肩ですからね。で打順は1番に変えて小芝君を空振り三振。今日の2番は脇坂、ホームランも打ってるね。4打数3安打。ただ金子君であれば一塁に投げて、よし、これでこの裏の攻撃、1番の安田君からですね。まずはちょっと安田君に出てもらわないと。福士君の能力確認しておきましょうか。ストレートが148キロ、カットボールが4で、変化量の、まあ、大きいカーブを送っているというピッチャーですね。ここは空振り三振。そして2番の立石君、ここは抜けてくれた。これでワンアウトランナーが1塁、1本ホームランが出たらさよならと
という場面ですね。サヨナラ欲しいなーって言ってたらこれを劇的逆転サヨナラツーランホームランで甲子園出場を決めました。いやー、ライ君いい仕事してくれましたね。これで去年の夏の甲子園から含めて3甲子園大会連続出場ですね。夏、春、夏と、3大会連続甲子園出場を決めました。では次回ね、夏の甲子園大会からプレーを続きしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。